はですね、メンズフィットネスモデルと言います。メンズフィットネスモデルはですね、ウェア、ジーパンを含めた、下半身のウェア、それからシューズ、それからタンクトップを着用をします。このタンクトップを着用し、タンクトップの以外から見える筋肉、こういったものを測り、なおかつモデルにより近いステージでの所作、こういったものが、一つジャッジの審査の一つになっていくカテゴリーです。ですから、皆さんが見ていただける筋肉の大きさや、それから、体脂肪の少なさ、これに加えてですね、ファッションセンス、小さなウェアの中に秘められたご自身のファッションセンス、こういったものもぜひ見ていただく機会になりますので、このメンズフィットネスモデル NTCJ オリジナル競技となりますので、メンズフィットネスモデルぜひご注目をしてください。それでは、メンズフィットネスモデル、参りましょう。それではご紹介しましょう。ゼッケンナンバー29番、江本匠。ゼッケンナンバー30番、森義明。ゼッケンナンバー31番、藤本和真。ゼッケンナンバー32番、山田匠。ゼッケンナンバー33番、平光一。ゼッケンナンバー34番、高槻博和。
please back. Please front.スイッチを繰り返しながら一番優秀だと思われる選手が真ん中に行く、センターに行く、これが審査の方法です。35番と33番スイッチ、40番と30番スイッチ、ゼッケンをぜひ皆さん呼んでやってください。審査員がそっちの方向きますから、審査員が悩んでますから、ぜひ審査員に番号を呼んでやってください。そうすると審査員がその方向を向いて、審査をしてくれる可能性が高いです。 OK、フェイスバック、皆さんが応援する選手が真ん中にいればいるほど順位が高いということですから。はい、じゃあ一回全員、後ろに全拳銃になりましょう。全拳銃になりましょう。全拳銃になりましょう。小さい2回、このレッドになりましょう。バックラインになりましょう。バックラインで審査員に全拳見せてください。後ろ、後ろ、後ろ、審査員全権だけ見せてください。審査員全権だけ見せてください。34番。はい、じゃあ前。37番。36番。29番。38番29番と36番スイッチ、ぜひさ、ゼッケンを呼んであげてください。ゼッケンを呼んであげてください。フェイスバック、フェイスフロント下がってもらって、で、今呼ばれてなかった残りの人が全員前に。
30番と30番真ん中しないフェイスバックフェイスフロントフェイスフロント35番と39番スイッチ40番と31番スイッチフェイスバックフェイスパームありがとうございます。はい、それでは全員一列になりましょう。29番からこっち来ました。29番からこっち来ました。はい、一列全員になりましょう。はい、じゃあ一列になりましょう。ここでいいぞ。はい、じゃあラストポーズに参りましょう。はい、フロントポーズ。